中山香織です。この動画では名古屋競馬場で開催される準々勝のメガスターカップの予想をお届けいたします。まず本命に選んだのが5番のミトノウォリアーです。弥富記念ゴールドジュニアと重賞連勝で勝ち切っており、今回のメンバーではかなり抜けた存在と評価しました。ここは通過点と判断して本命で勝負します。続いて対抗に選んだのが9番のカピタンです。前走の梅桜賞ではサンデーロールを相手に半馬身差まで迫る2着に好走しており、 1700m 戦での実績は高く評価して対抗に選びました。次に3番手評価に選んだのが4番のモンデフェリシティです。 1700m 戦となった2戦のレース内容があまり良くなかった点は割引材料となりますが、距離克服さえできれば弥富記念2着の実力馬なので侮れない存在と判断して3番手に抑えます。最後穴馬に選んだのが1番のジャズボーカルです。セレクトゴールド第3戦では虹色ハーピーに首相の3着という結果を残しており、最内枠を生かす競馬ができれば一発あると判断して穴馬に選びました。今回は3連単フォーメーションで1着後手に5番のミトノウォリアーを選びました。続いて2着3着に選んだのが4番のモンデフェリシティ、9番カピタン、以上2頭を選びました。最後3着後手に選んだのが1番ジャズボーカル、6番ソーレライ、8番モーニングスカイ、以上の3頭を追加した3連単フォーメーション8点で勝負します。